はい、こんにちは、マロです。的中率の高いね、リーカーのジョン・プロスターさんの予測通りだと、アップルの発表イベントまであと1週間ということでですね、ワクワクしてる方たくさんいらっしゃると思います。僕もその一人です。まあ、9月のイベントでですね、ずっと噂されていた iPad Air だとか Apple Watch シリーズ6、そして SE が発表されましたけども、まだまだね、噂されつつも登場してない Apple 製品たくさんございます。そこで今回はですね、10月の Apple のイベントで登場しそうな Apple 製品をまとめてお伝えしたいと思います。まずは当然 iPhone12 シリーズ、まあこれが一番大本命ですよね。まあ、5G 対応、そしてシリーズ全てが有機 EL ディスプレイ搭載、デザインも大きく変更されまして、シリーズ最多の4つのねラインナップになると言われてます。まあその中でもですね、一番小さい iPhone mini、まあ、5.4 インチサイズの、ね、モデルなんですけど、こちらはですね、女性子供でも扱いやすいサイズ感と、そして最近のモデルで一番安い価格設定になって登場するということで、まあ、非常にね魅力が満載のモデルなんですが、ただ一部ではですね、この iPhone12 mini には最新の A14 バイオニックチップではなくて、電力効率を重視した、パフォーマンスを少し落とした B14 チップというのが搭載されると言われてます。ですから他の3機種よりはパフォーマンスでは下になる可能性があるということですね。 iPhone12 mini は現行の iPhone SE よりも小さくなると言われてますので、まあサイズを考えると、まあバッテリー持ちを現行の iPhone レベルまで高めるんだったら致し方ない対応かもしれません。まあ最新の iPhone をね、ほとんどの人にとってはオーバースペックだと思いますので、まあ、安心して使えるねパフォーマンスは十分に備えてるとは思いますが、まあ、それ以上のモデルに搭載されている A14 チップとどれぐらい数値的に差が出るのかっていうのは気になるところですね。そして AirTag、こちらはですね、去年の iPhone の発表イベントからも登場するんじゃないかと言われてましたが、現在まだ発売されておりません。そして今月のイベントでも登場確定っていうね情報はまだ出てないんですが、ただ iOS13 のコードの中から、まあ、製品情報などが見つかっているため、まあ、開発されていて存在してるのはもう間違いないんですが、未だにそれ以上の製品のデザインだとか、まあ、開発生産状況に関しての情報は全く出てきておりません。まあ、うまく情報が漏れることを防いでいるのか、それとも開発自体はしてるが登場がまだまだ先になるのか、ただ意外とですね、ファンから登場を望む声が非常に多い製品なので、まあ、今月のイベントでお披露目してほしいところですね。そして新型の Apple TV、 現在 Apple はですね、独自のサービスにめちゃくちゃ力入れてます。先月のイベントで発表されたサブスクバンドルの Apple One の登場や、 AirPods Pro に追加された空間オーディオ機能、まあ、この空間オーディオもですね、今現在では Apple TV Plus 主体でしか使えない機能のため、まあ、AppleTV プラスなどの付加価値を高めるために搭載された機能と思われます。ですからそれらを家族とシェアしたりだとか、大画面で楽しめる Apple TV っていうのも今後重要なプロダクトの一つになると見られてます。次期モデルの Apple TV は搭載されているプロセッサが A10X Fusion から A12X Bionic と非常に高性能なチップに変更されると言われてます。A12X は現行モデルの iPad Pro とベンチマークスコアではそんなに変わらない数値を叩き出す高性能チップですからね、これが搭載されている Apple TV って意外とすごいですよね。他にもですね、リモコンが液晶ディスプレイ搭載の、まるで iPhone でリモートアプリで Apple TV を操作するような新しいタイプのリモコンに変更されると言われてます。まあ、現在のリモコンはね、このようにボタンとタッチパネルのね部分が存在してるんですけども、まあ、これ全体がですね液晶ディスプレイになって、 iPhoneみたいにポチ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 ディスプレイで操作できるタイプのリモコンになるということですね。こういった通常のリモコンではの検索の時の文字打つのが非常にめんどくさいですからね、これがディスプレイになってキーボードが表示されてパチパチっとね検索できるようになったらめちゃくちゃ嬉しいですよね。ただ液晶ディスプレイ搭載したリモコンになるとかなり高額になりそうなので、まあオプションで別売りっていう形にはなりそうです。他にもですね、 SSD が安くなってきてますので、ストレージ構成なんかも見直される可能性が高いですね。個人的に地味に楽しみにしている製品の一つです。そしてホームポッドミニ、こちらもですね、今年の前半から登場がずっと噂されている製品でございます。ホームポッドの最大の弱点はその値段の高さ。まあ、ワイヤレススピーカーとして見るなら、まあ、音質とアップル製品との連携、ここを考慮するとそこまで高いスピーカーとは思わないんですが、まあ、3万円大きく超えますので一般的にはすごく手を出しにくいですよね。そしてアップルはですね、このホームポッドで音響機器市場にアプローチするのではなくて、あくまでスマートスピーカー市場を席巻したいんですよ。まあ、アップルは音響機器メーカーじゃないですからね、あくまでホームポッドはスマートスピーカーとしてプッシュしたいんですよ。ですからいかに音質だとかそういった連携機能で他のメーカーより優れていても、まあ、競合である Google とか Amazon は1万円以下でスマートスピーカー出してますからね。
そして音声アシスタントのシリも Google アシスタントだとか Alexa と比べるとやっぱりいまいちっていう評価も残ってますので、それで高額っていうのはいかに iOS デバイスが優れているとはいえ Amazon や Google から市場を奪うのは難しいところ、なのでまずは価格を抑えてもっと手を出しやすいモデルを市場に投入するというわけですね。まあ、Siri などもどん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 進化してますし、まずは消費者の手に取ってもらってホームポットの良さを感じてもらわないといけませんからね。そしてスマートスピーカーだとかボイスアシスタント AI 技術っていうのは今後スマートフォン以上の重要なプロダクトになると言われてますので、まあ、何年も先の未来を見据えると Apple もいち早くこのスマートスピーカー市場に確固たるシェアを築いておきたいところですよね。まあ、今現在もかなり遅れてますからこの辺で一気に挽回したいところですから、早期登場も十分にありえそうです。そして僕がですね iPhone 以外で一番楽しみにしてるのが AirPods Studio。 こいつもですねもう3月のイベントから6月の WWDC なんかでもね登場するんじゃないかと言われ続けてきましたけども、まあ、9月のイベントでも登場せず、もうどないなっとるんや、もうソニー買ってしもたわっていう方もね非常に多いかと思います。 AirPods Studio の魅力はですね H1 チップ搭載で Apple デバイスとシームレスな連携ができるところ、そしてセンサーによりヘッドホンを装着した時の向きを自動で検知してくれます。なので左右前後の概念がないっていうところが面白いですね。装着するときに右左確認しなくていいんですよ。どっち向きにつけてもいいんですよね。センサーが右左自動で調整してくれますからね。これはすごく便利そう。そしてヘッドホンのパッドが磁力でくっつくタイプになってますので、まあ、ラグジュアリー仕様のレザーパッドやスポーツタイプのメッシュのパッドに簡単にカスタムすることができます。これはですね僕が今使っているバング&オルセンなどの、まあ、ちょっとお高いヘッドホンに採用されている機構ですね。そしてワークアウトなんかにも使えるということで、まあ、新しく登場するサービスの Apple Fitness Plus、まあ、こちらでは映像越しにトレーナーと一緒にワークアウトして、なおかつ自分好みのワークアウト用の音楽も楽しめるということですから、そんな自宅での筋トレにも使いやすいヘッドホンとなりそうですね。そしてこの AirPods Studio はですねヘッドホンとイヤホンっていう違いはあれど、まあ、価格からしても事実上 AirPods シリーズの頂点となるモデルですから、まあ、AirPods Pro の高性能なノイズキャンセリングだとか今回追加された空間オーディオ機能ももちろん使うことができるはずです。ノイキャンは一般的にイヤホンよりもヘッドホンの方が高性能なので AirPods Pro 以上のノイキャン性能になるのはもう間違いないと思いますね。そして空間オーディオもこんな小さな AirPods Pro でこれだけ楽しめるんですから、まあ、ヘッドホンになると AirPods Pro 以上の音の表現力になることも間違いないですね。むしろ空間オーディオはこの AirPods Studio のための機能といっても過言ではありません。まあ、真の性能を発揮するのは AirPods Studio じゃないかなと思います。まあ、ずっと近いうちにね登場すると言われ続けてきて、未だに発売してませんから本当に発売されんのかよと怪しんでる方も増えてきてるんじゃないかなと思いますが、実はですね公式ページ上に動きがございまして、今まで Apple のオンラインストアでは AirPods だとかその Beats 製品以外に、まあ、Bose のヘッドホンや Libratone Ultimate Ears のスピーカー、まあ、Sonos などの音響機器が販売されていたんですが、他社製品の音響機器の販売がオンラインストア上で終了しました。今現在はですね Beats 製品と AirPods シリーズなどしか購入できないようになってます。そしてオンライン上だけじゃなく Apple ストア店舗でも他社製品の音響機器を撤去する指示が出されてるみたいです。これはですね事実上 AirPods Studio やスピーカーではホームポットミニも絡んでると思うんですけど、登場前の準備調整ではないかと見られてます。そしてこの準備がですねソノスの株価にどえらい影響を与えてるみたいで、ソノスの株価が急落してるみたいなんですよね。ソノスはね最近日本ではビッグカメラとかそのヨドバシみたいな大手家電量販店で取り扱われるようになったんですけども、今まで窓口がすごく狭かったんですよね。まあ、今まではアップルが一番重要な販売チャンネルだったんですけども、それが潰れましたからね。ですから投資家なんかにはすごい影響が出てます。まあ、アップルはホームポットミニとか AirPods Studio など今後主力となるオーディオ製品の販売準備がしっかり整ったということで、10月発表のね可能性はぐっと高くなったんじゃないかなと思います。というわけでですね10月のイベントで登場しそうな製品をまとめてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、先月のイベントはですね例年なら2時間ぐらいね枠があるところ1時間しかありませんでしたから、まあ、今回も同様になるんだったらこの全ての製品がイベントの中で発表されるっていうのはないと思いますし、まあ、iPhone 12シリーズとあと1つ2つぐらい発表があったらいい方かなと思います。
まあ、Apple TV とか HomePod Mini なんかは公式ページ上のみでのリニューアルとなる可能性もありそうですし、あとはですね、 Apple は11月にも Apple Silicon 搭載 Mac の、ね、イベントを開催すると言われてますし、まあ、いくつかの製品はそちらの11月のイベントに振り分けられる可能性もありますね。でも今年もあと残すところ2ヶ月とわずかですけど、これだけ楽しみな製品がまだまだ残ってるんですよ。もうどんだけ金使わせるんだよ Apple っていう感じですね。まあ、予測通りの日程だとイベントまであと1週間しかないんですけども、まだ公式からイベントがあるとは発表されてませんが、まあ、9月のイベントも9月9日にね、公式からイベントありますよって告知されて、開催が15日でしたので、まあ、1週間切ったぐらいで公式から発表ありましたからね。ですから10月のイベントも予測通りの日程だったら明日か明後日ぐらいに公式から告知があると思います。ですからいち早く製品をゲットしたい人、イベントをリアルタイムで楽しみたい人は明日以降要チェックですね。参考になりましたら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。またサブチャンネルでやりたい質問コーナーの質問や相談もね、ツイッターで募集してますので、概要欄からツイッターの方に飛んでそちらの方にもコメントいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。